テレ朝動画。なんか電話しても留守電になります。えすぐあのただいま電話に出ることができません。すぐなるんですよ。今週はダンスレッスンで小障子まさかの音信不通。おっぱい揺れる、おっぱい揺れる。さらには謎の振付師ミキティ訪問の襲来。ミスの解散を考えられる。今週の担当は私平野のぞみ。少し風邪気味です。早いですね。早い、はいはい、アイドルの朝は早いんです。夜も遅いです。遅いっす。昨日ね、そうそう、昨日ね、パスしたら、パスしたら、夜のタラゴしたら、夜のセッションセッションした。正しい、正しい、間違ってないの。セッションしたの。どうされたんですか。いや、皆さん振り付け今日やるっていうんで。あ、すごい。まだ先生が、この日は先生を呼んで初めての新曲振り付け。しかし一人目、私たち5人組だったっけっていうお話なんですよね。どうしたんですか、小障子。いや、なんか電話しても留守電になります。えすぐあの、ただいま電話に出ることができません。すぐなるんですよ。これ別に初めてじゃないです。よくあるよくあることなんです。寝てた寝てたってよくある。最近ちょっとそれがなくなってきたかなっていうことをめっちゃ言ったもん ね話してた矢先言ったのに、もう大事なね、この練習時間も寝ないね、この貴重なね日に寝坊。先生より遅いってこともあるんですか。可能性としてはもう多いにありえますね。てかもう出ないんで寝てるっていう感じですよ、うん、今多分今まさに今寝てるんだ。寝てて電源もな切れてるんじゃないかと。昨日は一緒です。昨日ライブがあって夜でそのまま、うん、まあまあどこかに行かれたのかもしれないですが知らないです。何をしているんだろう。皆さんどうするんですか。無視。だからあのちょうど今日練習する曲があの小障子さんがレコーディング中に寝振りをしてパートが1個もない曲が1個あるんですよ。だからあのもう寝てもらおうかな。てか出ない。いらないんで、この曲に彼女はいらないので。まあねいなくても大丈夫かな。やっぱそろそろねあの精神的にこう怒ったりとかしても響かないんで、何にも響かないんで、この前なんか物理的にやっぱり刺激というか苦痛を与えない限りは。精神的に響いたのは2週間ぐらいか。あれあの PV で結構みんなに怒られてさ、プライマルの遅刻でさ、あれ以来でしょ。そうだね、そうなんか PV の撮影の時にパソコンをね自分で使って自分で撮影するみたいなシーンがあったんですよ。で一つのパソコンをみんなで回して、でも時間がなかったんですよね。一日一日回さないとなんかその月中にもうね出すっていう間に合うことなのに、次もてんちゃんとかに渡さなきゃいけないのに、すみませんまだ撮ってないですとか言って、あ今日持ってくるの忘れましたみたいな。持ってくるの忘れて電話してじゃあ今から持ってきてって、山田撮ってないって、そうです、ね、昨日何してたのみたいな。あれじゃあ結構皆さん今回に対しての本気で怒ってる感じですか。え、ダメですよ。いや社会人としてダメじゃないですか。でもいくらね謝る時もちゃんと謝れないという。先生先生先生気づけっす。すいません、いらない時は、ね、気づけっすって言って、今前が気づけっす。なんかどうすればいいか分かんないけど、ちょっと半分なんかもう焼けないですよね。なんでできないですかね。ちょっと分かんないです。やっぱ小障子ダメですよ。ダメなの分かってるから。あの子の面倒見てる間にあの4ヶ月終わっちゃうんですよ。ウィッポンからかな。そんな小障子は放っておいて、先生が来るまでさきちゃん仕切りでプライマルのおさらい。でもスーッとかぶっちゃう。そうだね、うん、残さずに2じゃダメなの。あ、2でもいいよ。2じゃ残さでも、うん、残さずにすぐ行くね。こっちに運から入ったら捨てることは運から入ったら、うん、いいよ。捨てる
普通に、そうそうそう、抱えるよりが私だから、その間何もしなくていいの。練習ではメンバー同士でいつもディスカッションと、その時、小正治もいる。あら、おはようございます。ございます。ごめんなさい、ちょっと金髪豚野郎が豚こ…ごめんなさい、違う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 、そんなわけないじゃないですか。金髪と一緒だった。本当だ。この方が私たちの振りを考えてくれている、ミキティ本物先生。あ、ニチョハロさんのミキティ本物さんです。かわいいでしょ。本物懸念で、アドス。はい、もうずっとやられてるんですか。ずっとやられてます。あのビスさんを。ビスさんを。何が最初だったっけ。歩行者転換。歩行者転換。もう撮ってるんですか、それ。もう撮ってます。やだメイクしてます。ビビクリームでもきっちり塗ってる。知ってるじゃないですか。もう昔だけ色がちょっと違って、肌だけ白いでしょ。いや、大丈夫、ならないです。ここライティングでいい感じですよ。なんか気になっちゃうね。今 何してたの。今プライバルの振り付けの、カタカナのプライバルの。あー、なるほど、はい、の時間もないので小正治に来て練習開始。やりますよ。はい、お願いします。てんちゃん、のんちゃん、めぐもん。さいつやね。はい、そうね、こんな感じで始まります。で、最初みんな、ちょっと結構なんか下から来てほしいの。なんか下から、そうで、あの、のんちゃんとてんちゃんは普通でいい。で、みんななんかちょっとロボットっぽく、こうちょっとしゃがんでほしいの。こう、しゃがん、体が。てんこももう一歩。てんこはそのままで、全部こっちから、足はパラパラ組。うん、これだけで、足がそれで、手がチャチャララララ1、これは出すだけ、1チャララララ1234で、ここで戻る。1234、うん、斜め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 で、パン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 。ああ、これはもうパラパラの基礎。基礎できて当たり前。でさ、テンさん。パッタッタッタ。足は、足こっちから。あ、こっちから。足は一緒。足はもうずっとステッカーこのまま。一二三四。あ、こう、こ、戻してもこっちから。そうだね。こっちこっち、こっちこっち。じゃん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 。違う違う。逆逆。右側。右側。右側。真面目に。ええ。右が上。そうそうそう、それです。そう、簡単簡単。あれ、今の余ってるのおかしいってこと。そしてここからが今回の最重要ポイント。おっぱい揺れる、おっぱい揺れる、おっぱい、おっぱい、乳首、乳首。これ下げるんですね、一回。そう、乳首、あの、乳首、母乳が飛んでる感じで。で、おっぱい、うん、うんはちゃんと、もう、うん、うん、おっぱい、うん、うんで、おっぱい、おっぱい。あ、なるほど、うん、おっぱい、おっぱい。で、母乳、うん、母乳。そう、それをちゃんと意識してやりましょう。本当に出るから、ちゃんと止めれば触るから。唯一出ないのに。おっぱい揺れる、おっぱい揺れる、おっぱい、おっぱい、母乳、母乳。そうで、これで、あ、ごめん、母乳母乳の時に移動。母乳移動か。母乳移動。めちゃめちゃ、めちゃめちゃになっちゃう。で、前後変わるだけ。なるほど、いいですね。後ろに。ちょっとかっこよく、母乳、母乳。母乳、母乳、そうそうそう。そういう、新しいコールができる。だから新しいコールをさ、母乳、母乳、おっぱい揺れる、おっぱい揺れる、おっぱい、おっぱい、母乳、母乳ってコールが起きる。で、移動します。母乳って単語やばい。母乳、あれなんだったら間に合わない人がいる気がする。さきちゃんと私が遠い、前の人が一番後ろまで。あー、なるほど。ちょっとメグモン来たら話し合います。この振りは私も大のお気に入り。
で、はい、スタートから踊りっぱなしで1時間経過と、その時向こう向こうで、サビって誰だ、小正寺だ、サビ誰だ、小正寺から連絡が、もしもし、はいはい、もしもし、はい、はい、おこだよ、みんな、おこ、はい、時間ないんだよ、そうそうそう、はい、前にミキティさん、小正寺怒ってるよ、私久々に何時に着く、多分ね、ルイと入れ替わる、なるほど、はい、今どこにいるの、家だって、家、家の方、出ました、もうやめるもうやめるって言われてるよ、えやめるって、やめないよね、あ、泣いちゃってるから、泣いてる、泣いてる、絶対泣かないから、急いでください、はい、急いで怖いな、ビス怖いな、いいよ、私もですよ、そうよ、もっとひどいと思う、うん、プロなんだから、この週が一応今、小正寺に構ってる時間はない、怒りを押し殺し、振り付け再開、空気を察してか、先生の指導にも熱が入る、サンドイッチを食べながら、タン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 、こっちに回せばいいのか、なるほど、最初から最後、1、2、3、4、5、6、おっぱいがなんかどの位置か分かんない、ここから、そうそうそう、何か、こんな、何か探して探して、アンダーが分かんないです、たまに乳首割ってる時がある、乳首刺されてる、乳首刺されてる、まあ、顔の T シャツ分かりやすいんじゃないですか、衣装着たら分かんないけど、あんま分かんないんだ、ちょっと全部が、これ繰り返しですよ、そこの握りチャージを終え、指導もヒートアップ、バラバラでもいいよ、バラでもいいよ、バラでもいいよ、ゴリラみたいに移動してた、これここのサビテンちゃんイメージして作ってね、そうだな、ね、すごい好きですかやってるもんね、で、もう一回一緒、パン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 真剣におさらいをする私たちの横で、パン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 、あ、なんとなく、じゃあかけながら、ミッキーさんも一緒に、これなんか少しずつ形になってきたところで次のパートへ、なんか表紙だと思ってちょっとなんかこういうなんか肩とかをこういう感じでプーちゃんこうやってもう堂々とセンターでこうやって歌って、そんな感じでなんかこういうそれは間違いかもしれない、そう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 、間違いかもしれない、間違いかもしれない、間違いそれで5人で踊ってるこう前にこうそれは間違いかもしれないし、そうそうそう、でも行こう、ワンちゃんはそこでウェイニョイニョイとか言うを言うためにここでこう練習してほしい、一人で、で、そうそう、こっち向きながら、嘘でしょ、なんかそのセリフ一言を言うために気を貯めてるわけよ、こっちに 入れないの、あなたはだからかっこよすぎるから、もうこれはフリーだから、デーのとこは見てるとこどこでもいい、そんな毎回違ってもなんかもうこんな感じでフラフラしながらこっちまで、なんで白目できるし、白目抜きながらじゃあっちでいいよ、胸型くんの、あ、やばい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 、ただなんかあの怖いっていうよりもなんかちょっとなんかあのあーそうあれあれみたいな思い出しそう、ポーズ撮るタイミングいつですか、ポーズは特に撮らないんだけど、そういうイメージ、そういうイメージ、あ、なるほどなるほど、そうそう、横
か見合いながらこうなんかご飯何食べ行く休憩ランチみたいなそういう感じ。どうするね。お財布持ってるよ、ね。くねくね。ただみんな同僚なんだけどその他の人には言えない事情がみんな恋愛っていうのをちゃんと込めてほしい。深い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 。だからこういうふうに言いながら私の方が合うんだよ可愛いんだよ。褒められたんですよ。私が一番だからみたいな。なんかこうやって見た時に何その安物ピアスみたいなのをこう目に出してほしい。それをやってください。やっぱ女より女は分かってる。それをちゃんとやりましょう。のんちゃんやべえ。のんちゃんやばい。そこにも入れない。やばいやばい。のんちゃんはなんかもう そんな世の中もう優勝じゃないよ。そうでしょ。女ってなんでこうなの。という感じを念じてほしいの。念じてほしいの。次変わるんだよねまた上下。そうそうそう。ロマンス。ありがとうございます。ごめんなさい。怒ってる。ここでついに寝坊の小障子が到着。果たして小障子に運命は。ごめんなさい。怒ってる。すいません。誰も怒ってないよ。いや本当すいません。あだって私たちいい女だもん。そんなことで怒んないね。ごめんなさい。怒んないけど使わないからも私が入ることになったビス。ほらちょっと今練習中なんで。ゲイアイドル。ごめんなさい、すいません。髪型一緒だし。はい、着替えなさい。着替えて。ごめんなさい。あ、すいません。怖いこの空気見て。これがビス新生アイドル研究家。イエスで、なんだっけ、この空気、さすがの小障子も察した様子。うん、ここですか。小障子そこです。あ、すいません。で、まずさっきさ、で、これをあるじゃん、こういうのおたげであるよね。ケチャって何。こういう、こういう、そう、それそれやりながらみんな前にブワーって来てほしいの、お客さんの方に。ケチャがお上品で、もうそのまま一列になって、はまってもうなんかすごい激しい。本物いるから。もうそんな感じで。本物で。もうかなりおたげをそこでケチャをして。一二。見よう見まねで振りを覚えようとする金髪遅刻も。最後がおっぱい悩みだれ。基本ないし。あるでしょ。まああると言われてて、なぜかバストの話をし始めるミキティ先生。その理由とは。まあでもなんかなんかありそうな気がするからこっちからあるんだよね一応。実は一般的には、ファン的にはあるとないって言われてるのが先売りなって。あ、じゃあ先食い以外はこっちで最後セバナーバドリーゴーっていうやつでこっち4人プーちゃんメグモンテンちゃんそうっていう感じでなんか さっきのあのちょっといい女風な感じでちょっとこういう感じでいてそっちはそっち2人で最後の音があるじゃんジャーンっていうジャーンってやつでこっち4人は胸じゃんって言ってこうちょっとこうなる感じ。なんで全のじゃん。じゃんじゃんってあんたたちは胸がないからこう。でこっち行って胸やった時にえって見て、私胸ないんだけどみたいな感じで終わる。絶対やんね。じゃんってやってから。じゃんってやってあんたたちはじゃんってやったあじゃんってやった後にちょっとこう。あんた私胸あんだけどってこの二人に言うの。私たち。本当は全然のー。こういう感じでやってあなたたちはちょっとこうやった後にあどうしよう私たちみたいな感じになってくださいちゃんとその振りだけで伝えて胸のあれを女性の感覚ですちゃんもっとプーちゃんこっち向いてそうちゃんでちゃんとこれ胸押さえてもグッて売りに上げてあなたたちもちょっとこう重なる斜め向いてこうそうそうそうでじゃんって終わってこっち見る。じゃんと終わった後、こっち二人をうわーって。そう、そんな感じ。で、
てんちゃんだけジャーンってやった後揺らしてて。うざーい。なんかもっと結構激しく揺らしてよ。やだー。てんちゃんの見たくないそういうのやばいね。そういう。オッケー。まあ、ちょっと一回フルでやってみる。ちょっと目も雰囲気見ながら。はい。ついて君やってみて。一回だけ。さすがの小障子もへこんでる様子、その目は真剣そのものです。そうそうそう、また、ね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。行ってきます。何回かやれば7時まで帰ってこない。ここでプーちゃんが取材のため一抜け。ちょっと小休止とりますか。はい、小休止とりますか。休憩。これ2時間ぶっ通しでやってますけど。そうなんですよ。いつもこうなんですか。もう一回聞いて。ちょっと。ちょっと待って。今俺使うでしょ。もうちょっとなんかドキュメンタリーっぽくやってる。あ、やだー。誰か部屋の持ってないの？伊勢さん。はい。今日2時間ぐらいぶっ通しでやってますけど。はい。どうなんですか。いつもこんな感じなんですか。ちょっとみんなの集中力がなさすぎて、私もう切れてしまいそうなんですよね。でいつももう怒鳴って。もう泣き散らしてわめいてるんですけど、なかなかこう伝わらなくて、こうてんちゃんとかもずっとこう鼻くそほじったりしてるんですよ。ちょっとちょっとやめてくださいよ。特にあの覚えのいい子というか、覚えの早い人、早い人というか、先様ルイカちゃんはやっぱり早いかな、うん、でもねみんな早い、はい、早くなった今日初めてですよね、だってこれ教えるのって。それで一曲なんとなく通してもね、覚えるのってすごい。だから2年前ぐらいに初めて教えたんだよね。2年前に最初の一曲やった時はすっごい簡単な振りなんだけど、すっごい時間かかってるね。それが今ね、結構難しくてもすぐ覚えてくれるからいいわね。頑張った。集中しよう。そんなに集中しよう。どうぞ、楽しいですか、練習。楽しい、好きですよ。うん、みんなでもね、楽しそうにやってるから、うん、まあ楽しくない時期もいっぱいあったんでね、今楽しいんでしょうね。もう本当にね、練習の時ね、怖い時もあったの、すごい。もう私もうどうしよう。ミキさんいても、私いても怖い時あったよね、おんちゃん。ありました。怖い時ね、でどうしようみたいな。なんかそれは誰に何に対して怖いとか、なんか雰囲気、雰囲気メンバーの雰囲気が束縛としてた時期が、うん、あれ今日この子いないんだみたいな、あれ今日この子がいないんだってことはみたいなことがあった。今みんな仲いいもんね。仲いいのがいい。本当？仲いいみたいな。追いつきます？小鳥さん。はい、今できた。今日初めての試合なんで。やりきってさ、あのパン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 。必死すぎて会話にならない遅刻の。早めに休憩とって。今ご飯食べたらいい。そうだ。ここで。あ、じゃあ飲みに。ちょっと覚えてる。覚えてる。覚えてる。サビだけちょっと覚えてる。何食べます？ピザ食べます？え、取ってくれるんですか？ピザだったら。嘘。取ってくれんの？はい。電話してないで。すごい。私が決めるんだよ。え？私今日リーダーだもん。一番いい。全然お腹空いてないから、なんか。エビしよう、エビ。シーフード食べたい。エビ。メニューあるかな。ちょっと聞いてみますね。なんかね、タコのマス。ドミノ。一人一枚。じゃあ、ね、これ超うまそうじゃない。ちょっと待って、待って、みんなね、喋んないで。喋んないで。一つアピールポイントを言ってこ。プレゼンタイム。ああ、だからお金は気にしなくていいよ。今日はメニューの、いやでも美味しそうだよ、やっぱり。だってここで例えばピザ頼んで、例えばポテト1個頼むとかプリンとか頼むとするじゃん。いや1枚でも届けてくれるから、でこっちでまた決めて、これとパスタで。みんな早く決めようよ、もう腹ペコ。
シーズンのこの後取材なんですよ。ルイちゃんも私たちだから2時からそれなんでちょっと抜けなきゃいけなくてこの後練習してもまあそれかなんか、うん、練習したかったな、ね、取材より練習の方が楽しい。え、のんちゃん2時からいないんだっけ、うん、あ、そうかい、ねでもさ、トマトトマトになるからさ、しかもマルゲリータやろうとしたらテレビ付きあともう一個がシーフードがいいでしょ。練習した方が楽しい。マルゲリータシーフード取材あんま好きじゃない、喋れないから喋れないの好きじゃない。結局、2つの店から3枚頼むことに。3つってなんですか。待って、まだあとで紹介みんながお腹すいたって倒れてる、うん、私は力が入ってる。分かった。これ面白いなんで。分かった。即興能力がそういうの好きなんで。で、私がみんなお腹すいたもうダメみたいな感じになってみんなで来て、キティさんってなって今日はピザ頼むよって言ったらもうみんな、ピザの CM みたいな。で、やっぱりランチはって言うからそしたらみんなでカメラに向かってピザだね。やっぱりランチはピザだね。食べましょう。はい、注文をお願いしたいんですけれども、こんなに腕引けちゃう。もうシーフードイタリアーナの L サイズ。こういう時に頼りになるのはやっぱりウイカちゃん。ありますか、それを2つ。やったー、みんなピザだよ。待ってるの私がメンバーの私物チェックをしたいと思います。え、やばい。いいよね、ミッティ本物私物チェック。お疲れ様でした。ミッティ本物とメガモンの私物チェック、イエーイ、始まりました。本日はビスの私物チェックをしたいと思います。行ってみましょう。はい、どれにしよう。お前、これは誰のだろう。ペンコのです。ペンテンコさんの私物早速チェックしたいと思います。いいですか。汚いよ。手袋汚ねえな。くさくさ、いらない、いらない、臭くないよ。やべえやべえ、汚い。手帳、手帳の中にマスク。しかも手帳。うわあ、なんかいい、これいいの見せても。まあすごい。じゃあもう色々ね。3月はちょっとやばい。2月だったらいいですよ。もう終わるから。このあ、すごい、本当にぎゅうぎゅうなんだね。この日何やるんですか。いや、何やってました。休みありますけど。でもあのさ、でもや病み上がり。あ、本当。くっそ病み上がり。ああ、そっか。うわー、忙しいよね。結構ちゃんと書いてるね。本当。分かんなきゃ分かんなきゃ。全部書いてるんですね、ちゃんと。でも分かんない、また。私も誕生日書いてんじゃん、3月17日。あ、そうなんです。すごい。これ給料明細じゃないの。違う。違う。商品券。ちょっと、やめなさいよ。練習した。面白いもん。ちょっとやめなさいよ。怖いね、あんま趣味良くないね。なんで、可愛いじゃん。終わりです。つまんなかったね。つまんなかった。うるせえ。次回もお楽しみに。バイバイ。ひどい。あ、お疲れ様です。ね、ちゃんと今のところ使ってくださいね。そしてピザが到着。いただきます。あ、落ちちゃう。うん、あれ伸びない。確かになんかお店っぽいですね。美味しい。うん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 。うんうんうん。
これはうまい、これは、あ、これはおいしいね、これはおいしい。ちゃん、そろそろ準備してください。食べなよ、なんちゃん、食べな、なんちゃん、ありがとう。じゃあ1枚を、1枚をかけ、じゃあ最初に間違った人、ダメ、ダメ、あ、ちょちょちょ、ダメだ、どんどん抜けていく、うにゃーん、じゃあワニワニゲームできるよ、ご説明お願いします。ワニ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 ってやったら、その隣の人がワニ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 、難しいやられた人はその次に終わったら、そう、ワニ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 、自分やって相手、ワニワニゲーム、イエーイ、ビストやるワニワニゲーム、イエーイ、ワニ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 せーの、ワニ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 じゃあ、食いしん坊の、じゃあ、ガール美味しさに食べて、なるほど、使われるようにテレビに、うん、伸ばすんだよ、ビヨーンって電流みたいに、ビヨーンで、美味しい時お目目開けるの、うーん、なくなった、なくなった、もう、開けてみてください、開けて開けて、あるある、全然ある、うまい、デザート食べるの、みんな大丈夫、大丈夫だよ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 、うん、美味しい、うまい、戦いがあった、うん、これはうまい、どうするな、他行っちゃいますよ、やばいやばい、こんにちは、お姉さん、お姉さん、お姉さん、デビューはこっちの方が早かったけど、私たちの方が、あの女性としてのデビューはもうこう余計なこと言ってたからね、はい、その中にそのゲイ枠の方っていらっしゃらないな、うん、すごいじゃないですか、うん、重い空気に押され、お腹が空いたのか、いつも以上に食べまくる小障子、現場の空気もようやく和やかムードに、ほんと、うん、なんか小障子とこっちの陣地の唐揚げとみたいな、どうする、いいよ、言ってやってよ、やった、いいよ、おいしい、いや、しょうがないいいよね、まあ、そんなちっちゃいところじゃない、でもこの子に関与したくないですよ、わー、すごい、すいません結構来ないこれ、お腹にね、やばいですね、だってもうお腹がさあれ何ヶ月今、すごいでしょ、これダメよ、ダメなんかすごいでしょ、でもすごい、だからこれをなくして、だからこうやってちょっと猫背になったら分かんないでしょ、うん、分かんない分かんない、分かんない分かんない分かんない、でもあ、わーあだやめて、自分でやった、だからね、痩せなきゃいけないの、本当にでも痩せないの、食べて食べて、そう、食べちゃうの、食べてください、これ今日ミッキーさんのディナーショーになってるやばいやばい、なんかこうね、多分一定の動きよりはなんかもう飛んでます、幅だから、2月22日この日、池袋のバンキッシュさんで
私たちビスが店内を1日限定完全制服 T シャツなどこの日だけのコラボアイテムがたくさん。そんな今回のイベントの目玉、それはフードかぶせた老会。コラボパーカーを購入した人のフードを私たちがかぶせてあげるビスにしかできないスペシャルイベントです。絶賛発売中です。